こちら、あ、十二種類小町御膳、ちょっと待って、こここんな感じで、うん、岡山農業高校レストランこれです。造園か農業か。今日ね、ちょっと暖かいですね。ちょっと厚着してきたんですけども、なんか日中が16度17度ぐらいの気温がねあるっていうことで、本当に出やすいなと思うので、ちょっと今日はあの西川緑道公園の周辺ですね、まあ、これ見たら桃太郎大通りですよね。そっからのちょっとね、あのランチタイムにすごいおすすめ。夜でもやってるんですかね。はい、夜でもやってるね。めちゃめちゃ気になってたお店にちょっとお伺いしようかなと思うんですけども、ちょっとね場所が分かりづらいんで、まあ、ここからねずっとまっすぐ行ってもらって、この松本清さんがあるんですけども、はい、それを左手に行ってもらったところに今日のお店があるということで、はい、ちょっと今日は行ってみます。はい、よろしくお願いします。はい、今日のお店がこちらになります。岡山農業高校レストラン、これ居酒屋さんなんですけど、ここをね今日解剖していこうかなと思います。これどう入ればいい。はい、ちょ、潜入カメラが。じゃ、このエレベーター登ってもらって3階と3階ですね。はい、はい、どうですか。こんにちは。なんかあのメイシセンターさんでもそうコラボ、ね、コラボね、はい、肉味噌ですかね。美味しいですよ。はい、着きました。はい、でしょ。あ、ここ完全個室。そうですね。おお、はい、おお、おお、見てください、こちら、はい、素敵。あ、なんかこれ一人からでもね、なんかそういけますね。はい、あ、なるほど、造園か農業か。一つ一つの部屋に教室、何かとか農業かとかね、はい、いろいろあったんですけど、ちょっとほんまにびっくりしたのがこちらなんですよ。じゃん、これ見てください。いろいろその本ですかね、うん、農業高校で使われてたと思われる本があるということで、はい、で今日はこちらです。ここに載ってるピーマンの肉詰め、はい、この肉味噌を当店が、あ、はい、コラボしております。あ、ちょっとまた酒のつまみ当てっていうことですかね。飲みたくなっちゃうね。ちょっと奮発して12種類行ってきて、行ってみたいんですけど。ああ、はいはいはい。ね、いろいろありますよ。おお。美味しいよね。唐揚げと、この卵かけというか、はい、いけますかね。これは大中小あるんですけど、はい、また値段も変わってくるんですか。いえ、値段は変わらない。あ、変わらない。はい、じゃあ、大でお願いします。かしこまりました。はい。おお、ありがとうございます、はい、去年はちょっとねコロナの影響で大変だったみたいでですね、 SNS で、はい、見ましたね。そうそうそう。でもね、こうやってすごいね、園芸家コース、おお、はい、飲み放題付きと。そうそう、すごいね。農業家実習作品、うん、ね、なんかやっぱちょっとそういう感じなんですかね、うん、ね。これ夜来た時にこれを見ながら、ああ、なるほど、単品もあるんですね。さっきなんかコースって書いてあったんで、そうそうそう、でこの野菜の刺身盛り合わせが最高に美味しくて、やっぱ肉味噌で食べたりとか、天ぷらなんかもお塩で食べたり、あのタレがあるんですよ、水で、はい、ああいうのも美味しかったです、ね、こんな感じで、あのテイクアウトメニューも、うん、ありますね。だからテイクアウトメニューから
あーですね、なんかその中に入れることができて、いろいろお惣菜がついてのっていうことですよね。テイクアウトメニュー単品とか、まあ、詳しくはお店で。そうですね。でスピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。こちら、日替わり小町御膳の十二種類です。素晴らしい。はい、来たー。あ、そうなんですよ。、はい、すごい。一応農業高校で育てられたもの、作られたものにはカードを、はい、本当だ、はい、載せてますので、ありがとうございます。よければそれを見ながら召し上がりください。それ以外のお野菜も、本日は大根と、はい、レンコンですかね、こちらも岡山県のものを使用してますので、ありがとうございます。はい、鶏の唐揚げです。結構がっつりですね。はい、どうぞ。あ、外見ないここ。そうです、外見ないここの卵。あと、あの唐揚げなんですけど、塩とレモンと最高だ、ね、このゆず味噌ポンと唐揚げソース、こちらお好みで使い分けてください。 ありがとうございます。はい、ちょっとこんな感じで、すごい、結構なんか全体的にバランスがいいですよね。ちょっとご飯食べてからの方がいいのかな。そうだね、ちょっとでも米の味をね。ですよね。米は高松農業高校さんの農業科学科、はい、作物、専攻、専攻、唐揚げね。こちらです。ずっしり柔らかそうな、ね、こちらまず普通にシンプルに、ちょっとこちらいただきます。すごっ、あ、いい音。美味しい。すごいすごいいい音した。今クッとして、った、ね、食べやすいです、これ、思った以上に、あ、ご飯もちょうどいい。美味しいね、ちょっとお塩つけたんですけど、お塩つけて、あ、お塩も合う、唐揚げ桃太郎トマト、はい、唐揚げソース、ちょっとこれいただきます。こんな感じでトマトのあれかな、ちょっといただきます。なんか最初の味がちょっとケチャップじゃないんですけど、トマトの酸味がするんですけど、そんなにきつこくはないですね。ヒルペコ。これ多分なんかそういうグルメ系の、なんかそういう番組というか、のキャラクターかな。へぇ、あ、小松菜。取れない。こちらです。小松菜、はい、高松農業高校さんが作った、はい、西条以内の近くにあるところですね。ああ、なるほど、はい、ちょっといただきます。素晴らしい。あ、甘い甘い甘いですね。甘みがある。うん、お野菜好きになりますね。なんか純粋にこのお野菜の良さを味わえる、味わえる感じですね。遅れましたけど、ね、卵をね、入れていこうかなと思います。おお、いいわね。瀬戸南、あ、瀬戸南ですね。瀬戸南、瀬戸南だよね。はい、こんな感じでございます。こんな感じです。おお、あ、いいですね、これお醤油もいい味を。やっぱお醤油にこだわりがあるのかな。そうですね。書いてある。あ、ですね、こだわり、本格だしって書いてあるんだね。すごい。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。すっごい美味しかったですね。食材のすごい味を生かしたコースというか、あのランチだったかなと思います。はい、ありがとうございます。岡山県にある農業高校全8校から食材を
入荷させていただいております、はい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 、結構ね、なんか岡山県内でもそういうレストランというか珍しいなと思うんですけど、なんかもともとその岡山に作るというかできる前もなかなか野菜がメインのお店がないというか居酒屋がないというのはずっと聞いてて、自分たちで作って生産する率あるじゃないですか、まあ、それが岡山は低いみたいなんですね。やっぱり農業結構強いのに、まあ、そういうのが低いというのもありますし、まあ、なのでこう未来のそういう担う子たちをまあ応援したいという意味もあってできたっていう感じの、直接取引っていうのも、ね、あ、そうです。あ、なるほどね、はい、まあ、あんまりこう飲み会が良くないっていうこう雰囲気なので、まあ、それもあってか結構昼の方がよくお客さんも来られてますね。テイクアウトも含めて、まあ、ランチタイムの時間の方が人が動いてるのかなとは思います、はい、お店自体がほとんど個室なんですよ。カウンターのお席がないので、なのでもうお一人様で来ていただいてももう個室という感じになってます。はい、じゃあもう全然予約しての個室っていう、はい、予約がなくても大丈夫です。まあそうですね、まあもともとその基本的には SNS 見て来てくださった知った方が多いと思うんですけど、やっぱり農業高校レストランって名前だけでこうスタッフが農業高校生なのかなとか、こう農業高校でやってるのかなとか思われがちなんですけど、基本的にはもうほぼ関係ない人間が応援をしたいがためにやってるお店であってなので、まあ、その農業高校生を応援したい方に来てほしいですし、まあ、それ以外でも、まあ、気になる方とか、まあ、野菜が好きな方をメインに来ていただけたら嬉しいなと思います。岡山駅前メインセンターの店長理恵です。実はこの肉味噌を自家製のこちらの肉味噌とメインセンターコラボを始めまして、はい、定期的に通ってます。買いに来る時にランチを食べようと思ってます。ぜひ日本酒とこの肉味噌非常に合いますので、岡山県のピーチポーク、はい、あ、そうです、と瀬戸南高校の米味噌を使って作っております、はいはい、とても美味しいのでぜひ両方行き来してください。お願いします。こちら岡山県の茨高校園芸科のフード&フルーツ専攻の生徒さんが育った菊芋です。でも結構力を入れられてるみたいで、こんな風に菊芋についての、はい、あ、そうです、そうなんですよ。ですね、なんかもう見た目はどう見ても生姜なんですけど、全然食感とかも味も違うので、そうなんです。イヌリンという成分が、まあ、食べるインスリンと呼ばれていて、いいね、はい、糖尿病予防だったりとか、うん、まあ、あとはそのイヌリン自体が水溶性の、まあ、ものなので、まあ、腸に優しくして、今腸活流行ってるからね、はい、どうぞ私が食べればいい、はい、待って、形的には岡山、あ、ちょっと違った、あ、でもハートみたいな、本当だね、ハート好き。はい、おいしい、おいしい、おいしいですか、おいしい、もうネバネバね、はい、あ、ネバネバです、うん、なんですけど、これクマみたいなね、クマちゃん、クマちゃん、いや、でもこれね、子供、お子さんね、連れて、うん、いいね、うん、楽しめるよね、一品かなと、うん、いいんじゃないですか、子供を連れてきても全然ないでしょ、うん、お、結構匂いは、うん、じゃがいもみたいなね、うん、ちょっといただきます、うん、初めての食感、うん、おいしい、うん、あ、美味しい、うん、すごい、うん、女性食べた方がいいね、これね、うん、ちょっと甘みが、うん、ある、うん、美味しいですね、うん、いい塩加減、うん、ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。